アレクセイ・ゲンラジエビチ・スメルティンは、ロシア・バルナウル出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。現在は、アルタイ地方立法議会の議員をしている。1975年、現ロシアのバルナウルで生まれた。1992年、地元のクラブの FC ディナモ・バルナウルで、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせ、その後は、ザリア・レニンスク・クズネツキー。 ウラランエリスタなどでプレーをした。1999年にロシアの強豪 FC ロコモティフモスクワへ移籍をすると、その年のロシア年間最優秀選手に選ばれるなど、活躍した。2000年、それらの活躍が認められて、リーグアンに所属している名門 FC ジロンダンボールドへ移籍をした。2003年8月、345万ポンドでチェルシー FC に移籍をしたが、 移籍後すぐに、ポーツマス FC に、レンタルされた。マンチェスターユナイテッド FC 戦でのプレーが評価され、チェルシーへ戻ったものの、フランクランパード、クロード・マケレレ、ジェレミヌ・ジタップ、スコット・パーカー、ティアゴ・メンデス、といった層の熱いメンバーからレギュラーを奪うことができず、控えに甘んじた。UEFA チャンピオンズリーグ2004から05の、 FC ポルト戦では1得点を挙げチームの勝利に貢献をした。2005から6年シーズン、チェルシーから余剰戦力とみなされチャールトンアスレティックへレンタルされた。チャールストンでは主にレギュラーとして出場した。2006年、FC ディナモモスクワへ100万ポンドで移籍をし1、シーズンプレーした。2007年、フラム FC と2年半の契約。 再び、ロンドンの地へ戻ったが、怪我に悩まされ、ダニー・マーフィーや、サイモン・デイビスとのレギュラー争いにも敗れたことから、2008年8月30日、ロイ・ホジソン監督から解雇を言い渡され、翌日対談。そして、サッカー選手として、現役生活に別れを告げた。2010年、ロコモティフのビーチサッカーチームでプレーをした。トーナメント制の試合では、優勝を成し遂げた。 2010年11月12日、ロコモティフの戦略方針に関するアドバイザーに就任をした。また育成のアドバイザーも兼任している。ロシア代表では55試合に出場し、2002FIFA ワールドカップや UEFA Euro2004 に出場をした。2004年から2005年までロシア代表のキャプテンを務めた。後任はアンドレー・アルシャビンに引き継がれた。 兄のエフゲニー・スメルティンもサッカー選手であった。2007年9月20日、バルナウル市から名誉市民の称号を贈られた。ありがとうございます。